はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。今日はですね、新越谷駅で政治活動をやってまいりました。私万年貧血で、小さい頃からね、末端に血があんまりいかなくて、風強くて耳ちぎれそうでありました。寒かった。突然行ったんですけれども、辺見支部長の突然の予定変更とかなくて、無事合流できてよかったよかったと、で思ったんですけれども、政治活動の告知を各支部長がやってらっしゃるんですけど、プロフィールに固定した方がいいな、これな。流れてっちゃって、2日前とかに告知すると、流れてっちゃってですね、告知してんだかしてないんだか、ちょっと探んないと、下まで行かないと見えないっていうのがありますんで、今はですね、チラシ配りボランティアさん募集とか、ポスター貼りボランティアさん募集であるとか、それをプロフィール固定、一番上に固定してると思うんですけれども、政治活動の告知を一番上に固定した方がいいのではないか。で、見物に来てくれた方、にですね、ポスティングボランティアとか、ポスター貼りボランティアとか、お願いした方がいいのではないか、と思いつきました。辺見支部長、にしたのはですね、今日告知してる支部長が3名おったんですけれども、5回も10回も行ってるとこもありまして、江東区とか、そこじゃなくて、まだ回数がそんなに行ってない越谷に行ってまいりました。あんましね、告知がですね、2時間前に、午後2時ぐらいに今日4時からやりますとか言って、応援に行けません。しゃあないですね、それはね。そう、迫んないと、その人の予定も決まんない場合もあるしね。LGBT 理解増進法を何らかの理由で進めたい、細野モナオ。LGBT 法で新たな権利が発生するわけではないが、公衆浴場などでの懸念解消は必要だ。LGBT 法はトランスジェンダーのクレーマーを認めるものではないことを、どう確認するか知恵を絞りたいとかツイートしておったんですが、ネットの反応です。法律作っちゃってから確認する知恵を絞るじゃあダメだろ、バカですか。法律作る前に確認したり知恵を絞んなくちゃダメだろ、バカなのか。当事者たちはこんな法律望んでないぞ。ひょっとしてこの書き込んだ人は当事者なんでしょうか。なんで国民が不安になるような曖昧な法律を作るのか意味わからん。あらゆることを悪用するのがパヨだぞ。あなたたちの考えは甘すぎる。優先すべき方が他にいくらでもあるのに、知恵を絞ってから賛否をお決めになるべきでは。順序がおかしいですよ。何がどう差別されてきたのか具体的な実例をどうぞと。法律作っちゃってから確認する知恵をするじゃあダメだろバカですかと書き込んだのは私です。それに対するネットの反応、細野武は独裁者なんですかね。同じ感想でなんかほっとした。法律とは事前にあらゆる不都合を想定し手を打った上で作るものなのでは。そうですバカです。LGBT 団体はこんな法律生ぬるい、差別禁止まで言ってもらわないとで声明出してたんですけれども、 LGBT が差別されてるならなんでマツコはテレビ出れんのよ、カバちゃんはなんでテレビ出れんのよ。数年前にはですね、氷川きよしさんが振り切れちゃった、けれども差別があったら言わないっしょ自分から。童話、慰安婦、徴用工、アイヌ、若年被害女性という名のホスト狂い、困難女性などなど、ありもしないですね、差別や弱者を想像して税金にたかるスキームはお見通しですね。次狙ってんのは LGBT なんだね。なんで細野はこんなに一生懸命この法律を推進してんのか。理念法だから何も変わらない。だったら作んなくてもいいじゃねえかよ。理念法だから罰則ない。これをですね、大義名分として罰則付きの条例作られちまうんですよ。川崎市ヘイトスピーチ条例みたいなね。パヨの本質がですね、可能なインチキ見逃さず、やる。ことであるのは明白なんですよね。1年間365日、なんとかズルできねえかなって、
ずっと考えてる連中なんだからパヨってさ、いい人ぶりたい一心で余計なもん作るならやめろ。他のあの自衛隊自民党議員もいい人ぶりたい一心でそうでない人に迷惑かけんのやめろ。LGBT 当事者って迷惑してるよ、こんなん作られちゃってさ。でひっそりと男湯に入ってた、トランスジェンダーの、体は男で、心は女って人もですね、こんなん作られたら目立っちゃって嫌になっちゃうしようよ。目立たせないでちょうだいっていうようなもんですよね。ゼレンスキーウクライナ大統領、岸田総理を何度も招待してなんかG7、日米英仏独イカカナダ、の首脳は岸田以外全員言ってんだって。これは恥ずかしい。国辱っていうんですかね、こういうの国辱。ネットの反応です。オフランスにはすぐ行くのに、ずっと検討中、呼ばれてんぞ、何も決めらんないやつ、首相の器ではない、早行ってきいや。岸田何やってんだよ、早く行けよ。ウクライナ行くのは検討するが増税は切決、伸ばせば伸ばすほど悪目立ち、戦場にわざわざ大金と手間暇かけて行くところに本気度が試されている、増税以外は腰が重いと。全く情けないったらありゃしないですね。50億ドル、7000億円のウクライナ支援決めたんだっけ。まあそれでですね、アメリカの武器買ってですね、送るみたいな感じのこと言われてますけれども、金だけ出してもさほど感謝されないっていうのはですね、大金出しても一人の兵も出さなかったから全く見向きもされなかった湾岸戦争の時に勉強しなかったのかな。護衛の自衛隊を国外展開できないからとか、言ってるみたいですけど、護衛いなくてもいいから死ぬ気で行ってこうよ、一人でも。各国首脳はですね、こぞってウクライナに行くのはですね、ロシアを恐れないぞ、侵略行為は許さないぞって意思表明ですよね。これを岸田はやってないと。一人でも行けってなるはやで、ポーランド経由で、G7 で行ってないのは岸田だけなことについて、泉健太、腹話術人形、タイミングを逸した、秘匿する必要があるのか、国会承認を得て堂々と行けと。なんか閣僚のですね、海外、遊説じゃないや、外交で海外訪れるときはですね、国会承認、するのが、通例みたいなんですけれども、ネットの話、たわけすぎる。バーカ、秘匿する理由しかない。バイデンはとにかく秘密裏に行ったのに国会承認とかバカですか、嫌がらせだろ。こんな知能じゃ国はたくせん、ロシアに情報開示してからウクライナに行けと。支持率回復されたら困るから訪問を妨害していると。岸田総理はともかくゼレンスキー大統領の命の狙われ方は半端ないでしょ。訪問日時がバレたらその間はゼレンスキーもキーウ一層だって当たりつけられちゃうでしょ。泉健太はバカですか、本当にバカなんですか。というか国会承認、出したら出したでお前ら反対するんだろ。総理が華々しくねウクライナ入りして内閣支持率上がっちゃったら困っから、とことん妨害するつもりですよね、何にも考えねえでね。泉健太、私と同じ7月29日生まれなんだよな、嫌になっちゃうなこんなバカが。同じ誕生日とは、誕生日占いなんてのもありますけれども、やだな私。同じ誕生日の人が同じ運命とも全然限らないですけどね。泉健太と私を見てるとねって思います。というわけで、どういうわけで、メール当院さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。